藤田ジュニア・ハヤトは、日本のプロレスラー。本名、藤田ハヤト。脳性麻痺の障害を持つ両親と共に障害者、プロレス団体、ドッグレッグスに入門。7歳の時にゴッドファーザー・ジュニア、としてデビュー。2004年、知人の紹介で、荒崎人生と知り合い、道の区プロレスへの誘いを受けて入門。 デビュー戦に先駆けて憧れの人である山本キッドのりふみが主催している総合格闘技ジムキラービでトレーニングを積む12月3日、道の区プロレス交楽園ホール大会で藤田ジュニアハヤトとして対中島勝彦戦でデビュー2007年12月ヒールユニット九流に加入2008年12月12日、吉常に勝利して 東北ジュニアヘビー級王座を獲得。2009年12月22日、新日本プロレス主催で開催された、スーパー J カップに出場。2010年5月から6月、新日本プロレスで開催された、ベストオブザ・スーパージュニアに出場。2009年8月、鉄人に出場して優勝。11月、プロレスリングゼロ一で開催された、 天下一ジュニアに出場。2011年7月から8月、プロレスリング01で開催された、日祭りに出場。11月から12月、プロレスリング01で開催された、風林火山に、田中正人とタッグを組んで出場して優勝。2012年1月14日、南野岳、万事丸、県45度と共にヒールユニット、バッドボーイを結成。 2016年4月7日、プロレスリング01で、大谷慎二郎高岩隆一組に勝利して、日高薫人と共に NWA、インターナショナルライトタッグ王座を獲得。2017年4月23日、プロレスリング01気市平体育館大会の、 試合中に左膝を負傷して、外側側副腎体完全断裂、内側側副腎体部分断裂と診断されて、欠場。2018年11月24日、道の区プロレス仙台ヒルズホテル、道の区ホール大会に来場し、脊髄腫瘍髄内腫瘍上義腫による癌が、発見されて闘病中であることを告白。2019年12月13日、 道の区プロレス交楽園ホール大会において拳号を相手に2年8ヶ月ぶりに一夜限りの復帰戦を行った2021年の週刊プロレスインタビューで年内に復帰できなければ引退を決意することを話した。ありがとうございます。